ポールザカリー・マイヤーズ通称、P.Z. マイヤーズは、アメリカ合衆国の生物学者、ミネソタモリス大学の教授であり、科学ブログファリングやらの管理者でもある。また彼は、インテリジェントデザインと創造論運動の批判者であり、アメリカにおける進化論体創造論論争の中心的な活動家の一人である。学術シネーチャーは、ファリングやらを科学者によって書かれる。 ブログのトップにリストした。マイヤーズはワシントン州ケントで6人兄弟の長男として生まれた。ポールザカリーという名は祖父にちなんでつけられたが、彼はいつも小さなポールと呼ばれており、名前を PZ と略して書くことを好んだ。彼は幼い頃から科学オタクであったと描写する。父と共に釣り旅行をし、魚の解剖を通して動物学と 海洋生物学への関心を育んだ。彼はルーテル派教徒として育てられたが、検診の前に心変わりを経験した。私は考えることを始めた。そう、私はその言葉を信じていない。現在は無神論であり、彼はブログで科学、教育、無神論、宗教について幅広くコメントする。1975年に奨学金を得て、 インディアナ州のデポー大学へ進んだ。しかし翌年、父親が心臓発作に倒れ、彼は実家に戻った。その後アシントン大学へ行き、動物学の理学士を取得した。大学院では進化発生生物学を専攻し、オレゴン大学から生物学の博士号を取得した。その後オレゴン大学、ユタ大学、テンプル大学で教え、現在は、 ミネソタモリス大学の准教授である。彼は、神を信じない、リベラルで、率直な無神論者で、あらゆる形の宗教、迷信、心霊主義、疑似科学に対する懐疑主義者であると宣言している。また、インテリジェントデザインに対して軽蔑しか持たない上に、インテリジェントデザインを根本的な嘘つきであると主張する。現在は、ミネソタモリス大学で、 ゼブラフィッシュや、陶足類の進化発生生物学の研究を行っている。マイヤーズは初期からのインターネットユーザーであった。ユスネットのユーザーグループやフォーラム、トーク、オリジンズのようなウェブサイトで科学的な議論、特にアメリカが衆国で新調していた創造論を取り巻く議論に参加していた。ザ・パンダ、エスサムの創設メンバーであり、2002年6月に 自分自身のウェブサイトとブログファリングやらを開始した。2005年からは科学教育ウェブサイトアスクへ、バイラジストに参加している。ファリングやらは、マイヤーズの個人的なブログで、進化と発生、そして神なきリベラルの万全たる叫びというコピーを掲げている。マイヤーズがカバーする話題は広く、科学的な話題と同様に、非科学的な話題も扱う。特に、 インテリジェントデザインへの批評で有名になった。ミネソタ州民によって運営されるブログ第3位に選ばれた。また2005年には専門家によって書かれる優れたブログに与えられるコーファックス賞を受賞した。学術誌ネイチャーは科学者によって書かれる最も優れたブログと発表した。マイヤーズは ブログ上でしばしばインテリジェントデザインを推進する団体ディスカバリーインスティチュートと若い地球の創造論の推進団体アンサーズインジェネシスを非難し、それらは疑似科学だと主張する。ブログはまたマイヤーズの興味に合致する幅広い話題を扱う。統測類、科学、宗教、地域的、国内、国際的政治、それから特に科学教育、迷信。 そして進化発生生物学などである。2007年4月にマイヤーズは科学と宗教についてのドキュメンタリーという触れ込みのクロスローズという映画のためにインタビューを受けた。しかし2007年秋、映画のプロデューサーであるマーク・マティスはこの映画はイクスペルドというタイトルでインテリジェントデザイン支持者に対する検閲をテーマとする映画であると発表した。科学界の主流派がいかにして 超自然的存在の証拠を無視しているかという内容でインテリジェントデザイン普及のために作られたものであった。マイヤーズは後に、後でバラバラに編集して自分の言いたいことにつなげるつもりで映画の主題について立場を明示せずにいろいろな話をさせるというのは映像でいわゆるクオートマイニングをやっているってことで全く不誠実だと述べている。 2008年3月にマイヤーズは、エクスペルドの試写会から拒否された。彼は正式な手順に従って、自分自身とゲスト、家族のための席をオンラインで確保していたが、映画が始まる前に並んでいたマイヤーズは、警備員によって建物から追い出された。警備員は、マーク・マティスからマイヤーズを中に入れないよう指示されて、いたと述べた。 彼はその後すぐにアップルストアからこの出来事をブログにポストした。彼の家族とゲストは入場して映画を観覧した。ゲストとはイギリスの進化生物学者で創造論の痛烈な批判家リチャード・ドーキンスである。ドーキンスは質疑応答セッションでなぜマイヤーズが追い出されたのかと尋ね、後にこう述べた。誰にでも映画を見る権利があるというのならマイヤーズにもあった。 広報レベルの無能さは信じがたい。ありがとうございます。